ものすごいもう火つけましょう。うわ、上等だよ。ああ。オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大中です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、経営者様、社長様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をご紹介していく、まあ、インタビューリレーションの番組となっておりまして、まあ、その中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてオンリーワン、またパワーソングですね、そういったものをお伺いしながら、まあ、人となりをですね、ご紹介させていただくという、まあ、チャンネルとなっておりまして、今回はですね、私、実は以前ですね、一度、プレゼンテーションの大会でお世話になりまして、私がプレゼンター、そしてその時は審査員をやっていらっしゃいます。そこからのですね、まあ、お付き合いというか、元格闘家でいらっしゃいまして、今は企業研修トレーナーをやっていらっしゃいます、大山俊吾さんです。はい、よろしくお願いいたします。大山俊吾です。よろしくお願いします。お願いします。相変わらず鍛えてますね。相変わらず鍛えてます。すごい、まあ、今 T シャツなんで、でも、こうなんか胸板の厚さとか、そういったものも結構見えるんじゃないかなというふうにも思いますけど、ね、もともとその格闘家でいらっしゃるということで、私はちょうど引退をした後すぐぐらいなんですよね、うんうんうん、お会いさせていただいてて、はい、で、なんかその時に、まあ、私たちもその夢を語らせていただいてたんですけど、もうご自分がその皆さんの夢となってというか、うん、そういった形でこうファイティングしてたと、うんうん、そんなお話がすごく印象的で残ってまして、はい、で、また今日再会なのにあんまり変わらず、すごいなと思って、そこにまずびっくりありがとうございます、はい、まあ、そんな大山俊吾さんなわけなんですけど、じゃあ、まあ最初にですね、今どんなことをやられてるか、うん、そういった部分をちょっとね、はい、教えていただければと思います。はい、はい、現在は、僕引退して6年なんですね。あ、もうそんなになりますか。はい、うん、格闘技とフィットネスをこう融合したファイトネスというプログラムを、はい、企業研修としてやらせてもらってます。はい、で、格闘技で企業研修をしているのは日本で初めてだと思うんですけど、僕のプログラムを使ってこうチームビルディングとして、うん、やらせてもらってます。お、そのチームビルディングっていう、まあ、ところもありますけど、うん、まあ、具体的にどういうふうに皆さんにこう研修というか教えていらっしゃるんですか。はい、誰でもできるプログラムにしてまして、はいはい、最高78歳の方までやられてるんですけど、はいはいはい、格闘技をゲーム感覚にしてるんですね。で、こう大人たちがキャッキャキャッキャ笑いながら、はいはい、まあ、ゲームをしながら、うん、そこで喜びの共有体験ですね。お、はいはい、一番こう喜びの共有体験がこう仲間意識を深めてくれるので、はいはいはい、僕のプログラムが終わった後はこうみんな仲良しになってる。すごい、すごい。最後に、ね、グローブつけるんですよ。はい、全グローブつけてもらって、はいはい、でミットっていうね、はい、パンチ出してそれを受けるっていうエクササイズがあるんですけど、はい、それを体験してもらってくるんですけど、うん、もう最後それもう お祭り騒ぎなんです。すごい。そのワンセンテンスっていうかはどのくらいの時間でやれるのか。これは1時間ですね。あ、1時間、はい、いやでも結構な運動量ですね、1時間っていうのは。そうですね、結構びちょびちょになってます、ね。はい、体験型のこうチームビルディングの研修では、はい、多分一番こうコンパクトにできると思うんですよ。体験型になるともっとね、こう野外に行ったりとか、はい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 、一泊したりとか、うん、長いものがあるんですけど、うん、僕の研修は1時間でできるので、はい、うん、おすごく喜ばれます、うん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 、その時間になんかあえて設定したみたいな感じですか。うん、そうなんです、そうなんです、うん、やっぱりまあ誰でもできるプログラムにはしてるんですけど、それでも、まあ、それでも運動なので、はい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 、1時間を過ぎた頃に出るんですよ、この差が、うん、体力差が、はい、はいはいはい、で、まあ、もう90分でやった時もあるし、2時間でやったこともあるんですけど、そうなった時に終わった後にきつかったっていう印象だけで終わってしまう人もいるんですよ。なので1時間で皆さんが一番楽しい時に終わらせるっていうのが、それ一番ベストだなって。それってなんか継続シリーズになるんですか。うん、新入社員の研修としてとか幹部研修としてスペシャルな感じで呼ばれる場合と、はい、あとはこうやっぱり定期的に呼ばれて皆さんの仲を深めていくっていう、まあ、いろんな活用のされ方があるんですね。そのチームビルディングっていう、まあ、その、まあ、ワードが何回か出てきてるんですけど、その企業様からその何ですかこう要望をされるのは、ベースはやっぱそこですか。こうなんかグループでみんなでみたいな感じですか。それともパーソナルを鍛えてほしいというか、なんか そこら辺って最初はストレス解消になればいいなと思ったんですよ。そうですね、皆さんのこの、はい、溜まってしまったストレスを僕のプログラムで解消することができたらいいなと思ったんですけど、はい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 、やっていくうちにこう
体感がすごいんですよ、うん、もう皆さん終わった後の一体感がすごくないですよね、はいはい、で、みんなの共通した感想が、はい、あの仲が深まったと、はい、うん、社長さんはもう社員のこんな絵を見るの初めて、うん、で社員さんはもう部長の、はい、笑顔みたいなの初めてですけど、そういうことなんですよね。あ、そう、で大人になってなかなかこうなんか向き合って、はいはいはい、なんかこうドキドキしたり笑い合ったりっていうことはもうなくなってきてしまっているので、はいはいはい、本当は僕のプログラムでもうちょっと童心に帰ってもらって、うん、素の自分を見せ合うっていう。あ、いいですね、うんうんうん、そっか。じゃあそのファイトネスっていうまあ名前じゃないですか、うんうん、だから、まあ、ベースはもちろんその、フィットネス系のものなんでしょうけど、うん、そこにプラスアルファ その楽しいとか、うん、もうみんなでやるとか、うん、そういったところがこう加わってるからファイトネスっていう意味合いですか、うん、そうですね、うん、楽しんでもらうっていうのがすごく大切にしているテーマで、はいはいはい、企業研修以外にもパーソナルトレーニングもしてるんですね、はいはい、マンツーマンの、うん、それもやっぱり楽しむっていうのをすごく大切にしてて、うん、はい、楽しみながらだとね、みんなこうやっぱ積極的に動いてくれるし、はいはい、吸収してくれるんですよね、うん、でもこれがきついになっちゃうとね、なんだろう、みんなこうやっぱ心を閉ざしちゃうので、はいはい、楽しみながら体験してもらう、楽しみながら学んでもらう、気づいてもらうっていうことを大切にします、うん、なるほど。その企業様からのオファーっていうのはどういった形でこう入ってくるの？僕ね、最初この格闘技を休憩研修した人がまだ誰もいなかったから、はいはいはい、みんなもなんだって感じなんですよ。何それって、はいはい、だからもう自分で僕名刺交換して、一度ちょっとプレゼンに行かせてくださいって連絡させてもらって、はい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 、でスーツ着て行って、うん、一生懸命営業してました。おお、そうなんだ。その積み重ねで今その6年そうですね、うんうん、100社以上やらせてもらってきたんで。すごいすごいすごい、うん、あ、そうか、1回やっていただくとこう、まあ、いわゆるリピートというか、うんうんうん、そういったものも発生するっていうことですもんね。そうですね、うん、100社以上っていうのは本当にね、リアルな100社なんですよ。はいはい、延べじゃないんですよ、うんうんうん、延べで言ったらもっとすごい数になったんですけど、はい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 、ロベス数えてよかったなと思います。真面目にちゃんとこう素晴らしい。いやでもなんか今日ちょっと実はこのキーワード100っていうのがねこの後も出てくるのでちょっとねお楽しみいただきたいというふうに思いますけど、であれなんですか、沖縄でトレーニングするんですか？はい、現役時代は必ず沖縄に行って合宿してたんですよ。はい、はい、あ、沖縄でね、はい、はいはいはい、なのでね、はい、お店は沖縄テイストなのでちょっと嬉しいそうです。実はね、ここをね、ちょっといろいろ調べていただいて、これは沖縄料理のチュラチュラというお店でね、実は今日撮らせていただいているわけなんですけど、はい、あ、だからってわけじゃないですね。もう大山さんがなんか自分でコーディネーションしたお店かと思ってました。そういうわけじゃない、はい、なるほど。オンリーワンチャンネルで、まあ、覚悟の瞬間という、まあ、このチャンネルの中の2つのテーマの1つ目なんですけど、うん、そちらをまあ伺いたいなというふうに思うわけなんですが、はいはい、実は私その、お会いしたその2015の時は、うん、まあ、正直なこと言っていいですか、うん、もうちょっとなんていうのかな、格闘家の顔をしてました。要はすごいこう、まあ、険しいという言い方はあれなんですけど、はい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 、本当にこう戦ってた男っていう感じの顔をしてたんですけど、うんうんうん、そこから、まあ、比べるともちろん精悍なままではいるんですけど、すごく優しさが増したなっていうのが私は見えてるんですね、はいはい、なのでこの5年間の間にもしかしたら覚悟があったのか、うん、まあ、現役の頃だったのか、うん、その辺をぜひお伺いしたいんですけど、はいはい、まあ、優しくなったっていうのをみんなに言われますし、もともと顔優しいからね。いやでもね、現役時代はねやっぱね、ピリピリしてましたね。すごいピリピリして、機嫌が悪い時もすごくありました。あ、そうなんですね、うん、だから、すごく皆さん付き合いづらかったんじゃないかなって、目が笑ってなかったって言われますもん。あ、はいはい、うん、で、そうですね、今はだから現役時代はなんか常に劣等感と、ジェラシーと、はい、なんかそういうものが渦巻いてるんですよね。そのままいつも渦巻いてたから、ちょっと苦しいこともあったんですけど、はいはい、引退してそれがなくなったので、うんうん、すごくそれは楽ですね。それが多分顔とか雰囲気に出てるのかなと思うんですけど、はいはい、うんうん、
覚悟した瞬間は、うん、もう2つあって、あ、はい、1つは、うん、あのプロのファイターになるって決めたところで、うんうん、桜庭さんとホイス・グレイシーの試合を東京ドームで見たんですよ、はいはい、2000年の5月1日、はい、あれを見てこう震えるぐらい感動して、うん、あのリングに立ちたいと思ったんですよね、うん、でもその時僕実業団の選手で、はい、あの千葉県の京葉ガスっていう会社にいたんですけど、はいはいはい、まあ、有料企業なんですよ。もうこのままいたらもうあの安泰な人生が送れる、うんうんはい、間違いないです、はい、だけどあの その未来とあの格闘家の未来って僕考えたんですよ、はいはい、でこっちは安心がある、うんうん、だけど子供の頃からずっと描いていたヒーローになりたいっていう、うん、夢は叶わなくなっちゃうんだなって思ったら、はいはい、すごい怖くなったんですよ、うん、ものすごい怖くなって、うん、でこっちの一つの格闘家になるっていうことを考えた時に、うん、ものすごいリスキーなんですけど、はい、あのワクワクしてきたんですよ、うんうんはい、よしでこれでもうワクワクすることを思ってあの会社辞めて、はい、プロのファイターになったんですけど、うん、あの時やっぱり覚悟を言いましたね。だって並々ならぬものがあるんじゃないですか、うんうん、あの本当にだって、まあ、極端な言い方ですけど、うんまあ、命だってみたいな話もあるわけですよ、うんうん、そのぐらい削るわけですもん、しのぎをというか、うんうん、すごいですね。まあ、ね、どうなるかわからないところに飛び込むっていうのは、はい、うん、まあ、早くてワクワクしましたね。あ、うん、すごいワクワクしたな、はい、うん、なんかね、もうその時の、もうその現役時代の、あの、なんていうんでしょう、こう姿っていうのをね、皆さん多分目に焼き付いてらっしゃるかと思いますし、ファンの方々は、うん、あの時のだよねって、私も実は今こう話を伺ってもう震えるぐらい実はあの感動しているシーンがたくさんあるわけなんですけど、でもそんな思いでやっぱやってたんですね。で、もう一つ、もう一つは引退してからですね、はいはい、引退をして、もう本当真っ暗になっちゃったんですよね。もう何もなくなってしまって、はいはい、もう物心ついた時から、柔道やってたので、はい、年の前にこう目標が常にあって、何々大会で勝つとか、はいはい、もうあいつに勝つんだとかいう、ずっとあって、その目標っていうものが生まれて初めてなくなってしまったんですよ。はいはいはい、どうしたらこれから先生きていけるのかなって真っ暗になってしまって、でもこのままじゃもう、ちょっと人生やばいなって思ったんですよ。で、その時に、ね、ものすごい甘えた考えがあったんですよ。はい、誰かがね、助けてくれるんじゃないか、誰かがね、まあ、人脈もあったので、はいはい、うんうん、あの誰かがこう手を差し伸べてくれるんじゃないかなっていう考えがあったんですけど、うん、あれ誰も連絡ないぞって、はい、あれと思って、でなんとなくこう連絡もない、こうなんとなくやっぱりみんなの僕に対する思いがちょっとやっぱり冷めていく感じのも、なんとなく不機不感覚で分かってきて、で逆にね、あの寂しさが怒りになったんですよ。お上等だよって見とけよと思って、はいはいはい、もう引退してからの帰ってあげようと、もう俺から離れていったやつ見とけよ、上等だよって、ものすごいそこからね、はい、一回こう寂しさで俺どうなっちゃうんだよとか、はい、怒りになって、あ、はい、でそこから、あ、そうだ、ファイトネスというね、うん、僕のプログラムでもうみんながやってないことやってやろうと思って、はいはい、もう企業に行って、うん、もう企業でもうみんなをこのファイトネスでもう元気にしてやろうと思って、はいはい、目標ができた瞬間にブワッて燃えたんだ、はい、なるほど、うん、はい、もう目標ってこんなに人生豊かにするんだと思って、でもちろん僕はもうね、営業なんてしたことないですし、うん、もうファイトネスで企業に研修するなんて今もう誰もやったことないから、はいはいはい、向こう側もね、えっていう感じなんですけども、もうでもその時はもう怒りがさらそこから情熱に変わって熱いんですよ、はいはいはい、なのでね、みんなね、僕の下手くそなプレゼントも、受け止めてくれて、はい、じゃあ大山さん、うん、じゃあうちファイトネスやってください、うん、
その積み重ねですね。うん、いやもうまさしくあれですその大山俊吾、あの元格闘家っていう名前ではなくて、うん、もう多分大山さん自身を皆さん知ってもらって、うん、それでじゃあ分かってやろうってなったってことですね。そうですね。そのことなんかね、もう外出たらこんなに知らないんだって、うん、それもね、実感しましたし、はいはいうん、だから僕コンビニに行って自分のね、現役時代の雑誌、はい、コピーして、はい、大コピーして、それ持って知らない人にはもうこういうことしてましたっていう、はいはい、こともしてましたね。なるほどね。プライ、そうやってました。なるほど。まあでもそういう、こうなんていうのかな、ひらめきとその自分の目標と、うん、でそのまあ努力の積み重ね、うん、で一件一件っていうのが本当に今を作ってるってことですよね。そうですね。本当にこう多分ね、まあ、口頭で今こうやってお話されてるからこうなんていうの、まあ、スラッと言ってしまう可能性もありますけど、本人はその当時って、うん、私も経験ありますけど、うん、めちゃくちゃ大変じゃないですか、うんうん、本当にもう毎日が葛藤だし、うんうんうん、ならねこう自分一人しかいないんじゃないかって思うような瞬間ってやっぱあるじゃないですか、うんうん、ありますありますあります、あれこう、ねうん、特にこうなんていうのかな、そういう華々しいという言い方はちょっとあれですけど、そういった世界にいたからこそもうその落差というか、うんうん、すごく感じますよね。そうですね。でも今思えばあれが僕のものすごいエネルギーだから、うん、逆にあの時の経験に感謝できるようになりましたね。はいはいはい、はい、そこで誰かが手差し伸べてくれて、うんうん、たら僕はずっと甘えてたと思うし、うんものすごいもう火つけましたブワーちょっとだよいやそのなんかエネルギーみたいな、そのなんか漫画になりそうだけどみたいなね、いやいやいや、はい、いやありがとうございます。まあまあじゃあそんな中で、じゃあここでちょっと一回ブレイクさせていただきたいかと思うんですけど、パワーソングを、うん、伺わせていただきたいんですが、はい、何でいきますか。はい、ザ・マスミ・ミサイルというバンドがありまして、はい、その、今まで何度もっていう曲があるんですけど、はいはいはい、ナルトというアニメの主題歌になった曲なんですけど、はい、もう今まで何度も立ち上がってきたんじゃないかっていう歌詞なんですけど、はいはい、まあ、僕の人生がそうなんですけど、何回も何回ももう転んでもう挫折して負けて立ち上がってきたっていう連続なので、この曲の歌詞を聞くとなんかね涙出てくるんですよ、はい、で僕は、うん、プロのファイターにはなったんですけど、気ちっちゃいですよね。もう気ちっちゃいし、自分に自信ないし、だから試合の当日の朝になると怖いんですよ。はい、うわー、これからリアルで戦うってなってる、ものすごいこう、勇気が湧いてこないので、はい、その曲を試合の当日だけに聴くんですよ。はい、だけに。だけ。そうすると、うん、震えるくらい感動して、はい、今まで何度も立ち上がってきたんだ。もう一回立ち上がろう、もう一回立ち上がろうって言って涙が出てきて、はいはい、で、よしって言って、はい、会場に向かうんですよね。それを僕のルーティンにしてて、はい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 、そうですね、もう勇気づけられましたね。うん、まあ、でもそういう出会いっていうのは、ね、その曲との出会いも、まあ、ある意味必然ですよね。そうですね。なんか自分でそういうものを望んでるからこそ、うんうん、そこに向かうってことですもんね。いやでもすごいな。まあ、でも今本当ギュッと今話を詰め込みましたけど、そこもね、実はすごいドラマがあるんで、それはね、また何かしらでね、伺いたいなというふうにも思うわけなんですけど、オンリーワンチャンネル。まあじゃあ、ちょっと後半にここから入っていきたいかと思いますが、最近というかですね、はい、まあ、いろんな媒体でまた発信を始められてるじゃないですか、うんうん、まあ、その中のまあいくつかというか、はい、ご紹介いただきたいんですけど、まずはじゃあ本からいきますかね。はい、はい、本を2冊出させてもらって、はいはい、もうぜひこうちょっと、はい、もう触っちゃっていいですか。はい、その一つが、はい、科学的に証明された心が強くなるストレッチというアスコムさんから出させてもらって、はい、うんうん、これは、筋肉に効かせるエクササイズってたくさんあるじゃないですか、はいはいはい、でも心に効くエクササイズの本ないなと思ったんですよね。うん、で僕はもう企業研修でもう心が落ち込んでる人がたくさんいるのを知ってるので、はい、じゃあ体を動かすことで心が元気になるっていうことをぜひ伝えたいなと思って、はいはいはい、明治大学の堀田修吾先生と一緒に作らせてもらった、はい、すごく堀田先生も私直接お会いしたことあるんですけど、はい、すごくこう、まあ、ファニーというか、うんうん、すごいこうフランクな人ですけど、はい、すごい理論がすごい詰まってる方ですよね。はい、僕が考えたエクササイズに先生が世界中からエビデンスを引っ張ってきてもらって、
紐付けてくれたという、はいはい、あ素晴らしい、はい、あの私実はこれ読ませていただきましたけど、めっちゃ良かった、ありがとうございます、本当素晴らしい、そしてもう一冊がこちらですね、はい、はい、これは朝出版さんから出版させてもらった、はい、ビジネスエリートがやっているフライトネスという本なんですけど、はい、僕はもう本当に、うん、気がちっちゃくて自信がない男だったんですけど、うん、まあ、だからこそ僕いろんな本読んだり、はい、まあ、講演に行ったり、うん、まあ、メンタルトレーナーの先生についてもらったりして、はいはいはい、自分を一生懸命高めていったんですよね、うん、なのでこうポジティブになる、はい、いろいろなメソッドをここに詰め込みました、うん、はい、はい、いやここにも書いてありますけど、その折れない心を作るボディ&メンタルコントロール術ということで、うん、まあでもその大山さんだけじゃないですよね、うんうん、多分今のその現代社会っていうか、はい、このコロナももちろんありますけど、はい、なんかこう今までとなんか違うじゃないですか、うん、でなんか自分らしさもなんかモテてないとか、うん、こんなはずじゃなかったのにみたいな人もなんかもたくさんやっぱいる世の中じゃないですか、はいはい、でもそういった方々にぴったりだなと僕は思ってて、はいはいはい、やっぱりね自分で自分の機嫌を作っていかないと、うん、はいはい、乗り越えていけないと思うんですよね、このコロナ禍って、うんうん、もうやっぱり情報が全部ネガティブだから、はい、なので常に常に自分自身をこう前向きにしていく作業って大切で、うんうん、そのためのこうテクニックをたくさんね、はい、詰め込みました、ぜひぜひね、これもご覧になっていただきたいなというふうに思うわけなんですけど、まあ、そしてその他にも今その、文字媒体というか、はい、なんか配信とか発信とかもされてますよね、はいはい、まあ、それは、ここからネクストというメディア と、はい、うん、ノート、朝出版さんの公式ノート両方でこう、はい、配信してるんですけど、うんうん、コロナ禍で も、もう前向きな生き方をしている、うんうん、まあ、著名人の方々と対談をさせてもらって、はいはいはい、それを発信させてもらっています、大山俊吾のポジティブ対談というんですけど、はいはいはい、いや何記事かこう拝見させていただきましたけど、うん、なんていうのかな、相手のその心情というかをすごくうまく掴んで書かれてらっしゃいますよね、はい、ありがとうございます、本当にそれもうなんか噂によると、まあ、最近最初の冒頭でも言いましたけど、うん、100っていうのはキーワードである、うん、実はこの話しましたけど、そこまで何やら行くという話もありますけど、いやーなんかね、はい、今日ふと思ったんですよね、はいはい、100に行ったらすごい財産になるなと思って、うん、まだ6人なんですね、いや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 、はい、うん、でも、もうやっぱりそういった方々の言葉を聞くっていうのもすごいね、うんうんうん、財産になりますし、はい、それをまたみんなに伝えられるっていうのはすごくこう嬉しいですよね、そうですよね、うん、僕がね、結構人の話聞くの好きなんで、はい、楽しいんですよね、うん、楽しい、はい、うん、そういう考え方があるから戦ってこれたんだとか、はいはい、みんなちょっとこう持ってるものが違ったりするので、うんうんうん、面白いですね、いや素敵だな、ありがとうございます、まあ、他にもですね、まあ、いくつかあります、それはね、あとで概要とかそういったものも質問をさせていただきたいなというふうに思いますけど、オンリーワンチャンネル、じゃあ、まあこの中でオンリーワン、うん、もう大山さんにしかないオンリーワンをぜひ教えていただきたいんですけど、オンリーワン、はい、僕はですね、うん、人をつなげるのが大好きなんですけど、はい、もうめちゃくちゃ好きで、うん、20年近くやってるんですよ、そのことは、はいはい、実は、はい、いや、私ね、その大山さん、まあ、今回 そのご紹介いただいた方からもそうなんですけど、全くそのままの話をされてて、うん、いや、大山さんってどんな人ですかみたいなやり取りを実はさせていただいたんですよね、うんうん、その時に、いや、もう人つなぎの達人だよって実は話を、うん、はい、はい、まあ、してて、はい、で、その大山さんを中心にじゃないんですけど、なんていうの、その周りの皆さんがみんなハッピーになってるんだよねって話を実は伺ってて、そうなんですよ、だから、なんだろうな、はい、そのエッセンスって、はい、なんかその大山俊吾流人のつなぎ方みたいな、はい、極意を知りたいみたいな感覚なんですけど、ね、まずね、僕はね、与えたものを返ってくるっていうのを信じてるんですよ、はい、やっぱりネガティブなエネルギーを放つとネガティブなものが返ってくるし、はい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 、ポジティブなものを放つとポジティブなものが返ってくるし、うん、で僕はこうご縁に恵まれるっていう星に生まれたと思うんですよ、はいはい、だからもう本当にいろんな人に素敵な人に会うんですよ、うん、でこう、あ、この人素敵だなと思ったらここで止めない、はい、必ず、あ、この人とこの人をつなげたらきっと何かが起こるなんですよ、うん、この人の人生に何かが起きるな、
幸せになるのか、ハッピーになるのかとか、頭の中で描いて、つなげるようにするんですよ、うんうん、はいはい、で、それがね、出てくるんですよね、その人がパン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 って、これは僕の特技なんですよ、はい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 、で、頭の中でつなげるっていうことをしてますね、うんうん、なるほどね、え、それってどこで培われたんですか、その、これは試合ですか、格闘技の試合、いや、これはね、うん、やっていくうちにこの渦が大きくなりましたね、最初はあの右目の網膜剥離になって、はい、格闘家時代に、うん、で病院のベッドで寝てたら、はい、友達が同じ時間帯に来ちゃって、うんうん、で僕手術した時痛いからあんまり喋れないんですよ、はい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 、でそうすると友達が間が持たないから、うん、お互い喋り出すんですよ、僕の病室の中で、うん、で終わる頃にはなんか仲良くなって帰ってきました、はいはい、でそれを見ててあれだったら俺、うん、あの退院したらみんな呼んじゃえと思ったんですよ、うんうんうん、でそれでこうもう全然違った、ね、タイミングだった仲間たちを呼んだら、はい、みんな仲良くなってくれて、うんうんうん、面白いなと思ってそれからですね、おー、そうなんだ、それからもう趣味で、はい、そのやっぱ渦って大きくなるんですよね、はいはい、どん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 この渦が大きくなってって、そうなんですよ、その渦が止まらないっていう、素敵、まあ、でもそれが本当に今のその、まあ、現役時代からそして今の、まあ、起業家、あの、まあ、研修トレーナーっていうところまで来てさらにもっと大きくなってくるってことですよね、その渦はもっと大きくなってくる、そうですね、渦は、はい、渦はどん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 大きくなりますね、なんかこうなんか出した分だけなんか大きくなって返ってくるんですよ、はいはいはい、それも逆もしかりなんですけどね、うん、ネガティブなものもしかりなんですけど、うん、でもちゃんと良かれと思って出したものが大きくなってます、それ確信してますね、うんうん、オンリーワンチャンネル、じゃあ、まあそれをまあまあ引っ提げてじゃないんですけど、うん、今後、大山さんとしてどういう風な展開をこう、はい、未来というか見ていらっしゃいますか、うん、そうですね、とまた新たな取り組みとして、うん、一般社団法人も立ち上げたんですよ、はいはいはい、アスリートと障害児の子供をつなげるという一般社団法人を立ち上げまして、はい、まあ、それも喜びの共有体験なんですよね、はい、アスリートが子供たちに一方的に何かを教えるっていうことはあるんですけども、うん、なんか同じ喜びを共有する、はい、うん、なんかないなと、うん、で、僕は最初はリアルでね、みんな呼んで、障害児の子供もできる、ゲームも考えてみんなが一つになってくれたらいいなと思ったんですけど、まあ、それで、コロナになってしまったので、はいはいはい、Zoom でやったんですよ、はい、アスリートはもうチャンピオンクラスの仲間たちが、はいはい、で子供たちは四肢の障害を持った子供たちだったんですけど、で集めて、それぞれブレイクアウトルームに飛んだくらいでチームになって、はいはいはい、でこうお互いの夢を語り合うっていうところだったんですけど、すごい良かったんですよね、はい、すごいアスリートも喜んでくれたし、もちろん子供も喜んでくれたし、何よりも親御さんがね、すごい喜んでくれて、いいチームになったって言ってくれたんですよ、はいはい、お母さんが元気だと、うん、全て OK だなと思ったんですよ、うん、対象はね、もちろん子供たちのためっていう思いで言ったんだけど、あ、お母さんのためでもあったな、これは、うん、お母さんが元気だったらもう子供もハッピーだし、うんうん、なので、このイベント、活動は続けていこうと思ったんですよね、はいはいはい、うん、だからもうお母さん、お父さんも含めて元気になってもらうという、うん、アスリートの力で、はい、アスリートは社会貢献という、素晴らしさを体感してもらって、はい、友達はアスリートから元気になって、うん、親御さんたちも勇気になってっていう、はい、やっぱり喜びの共有体験、喜びの循環ですよね、うんうん、これをもっともっと広げていきたいなと、いや素敵だな、はい、いやでも今の話伺っててもやっぱり一番思うのがそうね、まあ、その冒頭にも言いましたけど、その私がプレゼンさせていただいたときに、実は大山さんの方から、覚えてらっしゃるかどうか分かりませんけど、うん、実はメッセージというか、はい、会場外ですね、うんうん、でメッセージをいただいたことがあって、はい、
や、その時、もう覚えてますよ。いや、言っていただいたのは、あの私のその、あの私は賞レースではなったんですけど、そこにはちょっと、まあ、なかなか残念なところもあったわけなんですけど、うんうん、いや、あなたの言葉は夢があるって言ったんですよ。うん、ねえ、あそうです。その言葉を、多分ね、まあ、いい意味でですけど、すごい大きな会場だったから、うん、まあ、ある意味お互いに興奮しているというか、うん、そういった状況だったんでしょうけど、うん、私にそれを声をかけてくださったのは、今でも実は力になってて、なんで声の仕事をしようと思ったんですよ。それで今があるんです。そうですか。はい、実は、はい。そうなんです。でもあの本当にね、あの一言は僕にとっては本当に今の礎なので、うん、そういったことができる方なんだなっていう。嬉しい。はい。でもその実はこの俺が言いたくて今日はこの動画を撮っているんですけど、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、というところなんですよね。いや、だから本当に皆さん実際にあの大山さんのこの、ファイトレスもそうなんですけど、お会いしていただいてこのお人柄を本当知っていただくのが多分一番いいかなというふうに思いますのでね、ぜひぜひあのどこにもいる方ではないかもしれませんけど、どこにでも行く方です、ね、はいはい、ぜひぜひね、あのお会いしていただければというふうに思います。まあ、本当にまだまだお話を伺いたいところがあるわけなんですけど、はい、まあ、じゃあ最後に、はい、あのリスナーの方にメッセージを一言いただければと思います。はい、はい、コロナ禍で、大変な、状況が続いていると思いますけども、どんな状況でも自分の心を、大切に前向きにポジティブに、していきましょう。自分の心が元気になれば、友達の友達の友達まで影響が起こると言われているんですよね。うんうんうん、なので自分がポジティブになることは、周りにもポジティブの、種を植えることができると思いますので、ぜひみんなで前向きな花を咲かせていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい優しい言葉で、あのあとお声で、でもこれのそのトーンの違いというかですね、それもね今感じていただけたんじゃないかなというふうにも思います。あの本当にね、まだまだあの本当にお伝えきれない部分もありますので、そういった部分はあの概要欄そちらの方にも載せておきますので、そちらご覧になっていただきたいということと、まあ、あのチャンネルと高評価ボタン、そしてコメントもですね入れていただけたら嬉しいなというふうにも思っております。まあ、今度はあのじゃあこのファイトネス、はい、なんか一緒になんか体験させてください。はい。コロナ落ち着いたらぜひぜひ、そうですね、はい、ぜひぜひ、はいはい、あとさっきのズームのところも、うん、なんかちょっと違ったあの皆さんと違ったそのズームテイストというか、うんうん、もうなんかこう共有できるんじゃないかなというふうにも、はい、そちらもぜひご一緒させていただけたら嬉しいです。はい、まあ、ということで、今回はですね、あの元格闘家でいらっしゃいまして、そして企業研修トレーナーをね今本当にご活躍でいらっしゃいます大山俊吾さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、大山さん、なんかこう、まあ、コロナ禍だということも今あるので、うんうん、なかなか体を動かすみたいなのがちょっと難しかったりするじゃないですか。はいはい、まあ、その中でも、この大山メソッドじゃないですけど、うん、なんかそういった、やれることって何かあります？はい、はい、もう今は、テレワークじゃないですか。はいはい、で常にパソコンの前で、うん、こう前のめりになって、はいはいはい、しまってると思うんですよね。で体の状態と心の状態ってものすごいリンクしてて、はいはい、でこう頭が落ちて、あの背中が丸まって、肩が内側に入って、この状態で、はい、いるとですね、やっぱネガティブになりやすいんですよね。はい、もともと人間っていうのはこう動物の本能でもうネガティブになりやすい性質があるんですけども、はいはいはい、あのよりネガティブになりやすいので、ここでちょっとこうなんとかな、ネガティブなスイッチが入っちゃうと、はいはい、どん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 そのループに入ってしまうので、はいはい、体の状態変えてほしいんですね。多いですね。体の状態を、はい、姿勢を正しくするだけでも、はい、あのテストステロンという、うん、こう前向きになる、ホルモンの数値が変わると言われてますし、はいはい、口角を上げるだけでも、うん、もうあの脳内物質が出ると言われてますし、はい、多分ものすごい直結してるんですよね。うん、なので、はい、意識的に、はい、やってほしいですね。わかりました。はい、なんかあやばい、ちょっと背中丸まってるなと思ったら、できるだけ背筋伸ばしてもらって、はいはい、視線を上に上げてもらって、はい、うん、これだけで、うん、心の状態変わりますので。確かに、でも、ま、そのなんていうのかな、先が見える感じしますね。そうなんです、そうなんです。上を見ながら悪いこと絶対考えられないですね。はいはい、下見たら、あの、うん、体も出てくるんですけど、うん、上を見て、手を頭より上に上げて、はい、口角を上げて、はい、
でこれでちょっと拳振りながらこれで、はい、例えば悪いこと考えてくれって絶対できないんですよ。あ、確かに絶対できないです。確かに、はい、なのでちょっと体の状態をポジティブにする、うん、これは結構簡単にできるので、はい、心をね、心をいきなりポジティブにしてくださいって言うとなかなか難しいと思うんですけど、確かに確かに、うん、背筋を伸ばしましょう、うん、胸を開きましょう、うん、口角を上げてみましょう、うん、大きく深呼吸してみましょう、これはできるので、うん、はい、ちょっと意識的にやってもらって、はい、ここの状態を高く保ってみましょうですね。素敵、ありがとうございます。ぜひね、これ皆さん実践していただいてね、じゃあもう一回最後に背筋伸ばして胸を開いて、で手を高く上げて、で口角を上げて、はい、でうわーっとやるんですね。よっしゃー。